オーハモーニング。私にとっては夢の国、大都会赤羽に本日やってきました。 With インモとピエンのいとこ。なにこれ、ちっちゃいこった掘ってないんだ。なんなんなんでこんな今ワンピースの映画やってるから推しを入れてきたんだ。セーラームーン、今もセーラームーン。夢の国に行くぞ、赤羽12時集合とメッセージを送って集まったんですけど、ピエンは本当に前浜の方の夢の国だと思ったらしく、がっつりディズニーネイルしてた。ちょっと切ない、ごめんなさい。コミュニケーションのすれ違いってこういうところで起きるんだなと痛感。1軒目はもつ焼きで人気ののんき。夢の国赤羽12時集合なのに私が時間通りに来るわけないと思われたのか、1時間以上遅刻されたので、もう3時になろうとしているの完全バグ。最初はビールを掲げよう。これが夢の国の入場券。乾杯。ごくりんごくりん。よしー。赤羽で飲むビールって2割増しで美味しく感じる。空間や環境って飲酒にとってかなり重要だよね。だからこそ家でしっぽりといつでも飲めるように掃除をこまめにしておかないといけないと分かっているけれど、分かっているだけでいつも服や物のちょもらんまが築き上げられてしまう。サッシーも言ってたな、ダイエットするにもまずは家の掃除が一番重要だって。自称ミニマリスト失格だ。今日はお家じゃ食べられないものたくさん食べよ。ハーツ刺し、醤油ダレとごま油、ネギを乗せていただきます。バグリ。初恋の味、新鮮でめっちゃ濃厚、ういういしさを感じる。お酒があるからこそマシマシで美味しく感じるつまみ。醤油ダレはニンニクも効いていて、これが赤羽で夢の国のビッグサンダーマウンテンなんだと気づきを得た。ごま油をつけると素材の味をより近くで堪能できる。醤油ダレの濃いめのハツも好きだけど、すっぴん風のハツの素顔も可愛い。胃袋が求愛している。ビールの泉がすぐに枯れてしまう。つまみが美味しければ美味しいほどすぐに喉にスプラッシュマウンテンしてしまうので困ったさん。でも今回のはしご酒は決めていることが一つある。一軒一杯で次のお店に行こう制度。そうしないとせっかくたくさん行きたいお店があるのに一軒目で飲みすぎてはしご不可になってしまう。ここはワンアトラクションワンドリンク制度の夢の国と同じ制度で行きたいところ。あとは赤羽は酔っている人お断りのお店も多いので、広く浅くスタンスの方が飲みやすい街でもある。ここの名物焼き物白タレの登場。タンやタンモトタンかも頼んでみました。早くもこれビール足りるかなという不安。美味しい。白タレ、噂通りの柔らかさ。柔らかいを通り越して溶けてる。秘伝のタレ、魔法瓶に詰めて持ち帰りたい。プリップリで簡単に噛み切ることもできる。よく後ろとかって噛み切れなくて永遠に噛み続けるガムフラグになること多いから感動した。炭火のいい香り、タンも弾力ありつつプリッと口の中で弾けてくれるので、白と交互に食べれば一生走り続けられそう。プリッとふわっと2つ合わさればコジハルのようなわがままボディがいただけてしまう極上の幸せ。しかも白タレ100円、お値段異常すぎるニトリだ。余談ですが、ニトリの CM で流れていた電動式ベッド欲しい。一生ベッドの上で暮らせるなって思っちゃいました。白がプルプルすぎるから、プルルンしずくちゃんを歌ってよと妹に言ったら、プルンプルンプレナップン、あれいつの間にかクレラップの歌に変換されていました。記憶の改ざんって怖いです。そろそろ混み始めてきたので、他のお店も混む前にさっと食べて2軒目。そうしないと下町ハイボール頼んでしまいそうな勢いだったんで、自制心大切。次は立ち飲み行為にやってきました。前回は支店の方に行ったんですけど、今回は本店の方にお邪魔します。210円で一口生ビール発見。気になったのでまずはここから始めます。一口なのでこれはノーカンってことで、乾杯テイク2。おいしい。でこれどう見ても一口ではないんですよね。試してみたけど二口でも無理でした。多分海外のコロナ瓶ビールを一気に喉に流す彼しか一度には飲みきれないと思います。赤羽の一口恐るべし。とにかく勢いは安い。チャーシューとニンニクがラムチョ、ピーマンの塩昆布和え注文。ちょっと固めのチャーシューはジャーキーっぽさもあって噛み応えがある。あと安定にタレがうまい。そして人参の細切りにカラムーチョとマヨネーズっぽい何かを合わせた一品。コンビニのような安心感があってうまい。ピーマンと塩昆布の組み合わせは誰が見ても安心感しかない。ミサイとヒロシくらいの安心感。一口ビールでも結構飲める。乾杯テイク3。この乾杯は見なかったことにして、3軒目は海鮮が食べたい気分。今回も丸松屋に行こうかなと思ったら行列。ここは商談にぴったりの鯉とうなぎの店。コの字カウンターで1リットルのジャンボチューハイを1杯とカウントして乾杯したら、味噌だれたっぷりの名物鯉の洗いをつまみながら、凍ったカニ味噌を下で溶かし、うなぎのかば焼きにかぶりつきたかった。まだ空いてるお店も多くないので、小学生に混じって下校するしかないのかなと猫に話しかける。飲み屋のど真ん中にある小学校、ひろゆきもここで育ったんだろうか。丸松屋の行列に屈して、なんな
まっていた我々を救い出してくれたお店、3軒目、海鮮原始焼き、ロバタンギョ。小学生の下校の流れに逆らってたどり着いた先、焼き魚のいい香りと、のどぐろの果てしない主張。乾杯、テイク3。デジャブを感じるかもしれないけど、それはみんなやっているだけだって。おいしい。小学生を横目に飲む酒は罪悪感で割られていて少し濃かった。でも飲んでしまえば炭酸がシュワシュワと弾けるだけで全てほろ酔い。ピエンは犬にマウント取ってなぜか一気に飲み干した。窓から見える図書館が何とも言えないノスタルジックを分けてくれる。あまりいい思い出はないはずの小学校もあの頃は良かったななんて今は思う。やっぱり時間ってどんなことでもうっすら忘れさせる副作用あるよね。そして突然ゲームの開幕、カイジの愉快なお時間かな。我々代表2名が引いたマークが一緒なら日本酒か水気がもらえるらしい。ピエンが桃色クローバーを引いたので、インモもクローバーを引かないといけない。プリズムパワーメイクアップ。おほ、インモムーンが酒に代わってお仕置きをということで、プレミアム日本酒ゲット。好きなおチョコを選んで、今回もらった2号のお酒は電酒。これなかなかいい日本酒。マークが揃えば無料で飲めるのはさすが夢の国赤羽。おいしゅー。青森のこの日本酒は非常に穏やかな風が吹いていて、稲穂がざわざわと揺れている。歴史のライブみたい。 It's a small world な気持ちになれる。ムーンプリズムパワーメイクアップ。のどぐろと本マグロの握りが合流。奪い合いになりそうな予感の4巻。あえて年功序列的に真ん中の私が最初にいただきます。おいしい。淡白な白身魚だと思っていたけれど、のどぐろ濃厚すぎて驚いた。縁側のように脂が全体的に乗っていて、トロのような肉厚な食感。赤羽のマーメイドラグーン、ここにありました。おいしい。サーモンの塩辛、日本酒にめっちゃ合う。頼んでおいてよかったなと花丸の回答ににやける。のび太にこれが100点の答えなんだよとカンニングさせてあげたい。海鮮ではないけれど、厚焼き卵の天ぷらがサクサクで中はふわっふわで焦った。卵の天ぷらは食べたことあるけれど、卵焼きの天ぷらもめっちゃうまいじゃん。やっぱり揚げれば大抵のものはより美味しくなる説は私の中の都市伝説ではなく真理なのかもしれないな。そして赤羽は外を眺めているだけで不思議で面白い。壁に向かって歩き続ける NPC っぽい人がいたり、街のど真ん中をマトリョシカ全力笑顔で歌いながら自転車で通過するサラリーマンにもあった。今年一番くらいの笑顔が通過したの。なんかのミュージックビデオでも撮ってるかなと思ったけど、普通の通行人だった。あの頃流行ったあなたと私でランデブーのマトリョシカがよりノスタルジックを分けてくれた。みんな見てはいけないかのようにチラ見しているけれど、どう見ても人生楽しそうでいいなとさえ思った。それくらい何も考えずに私も自転車こぎたいと思ったけど、そういえば国馬すき焼き月見食べたいしか今日考えてなかったわ。でもそれって当たり前のことだと思う。だってどう考えても食べたいじゃん。で、冬打ちの当たるくじで一軒一杯制度が撤廃されたけど、むしろ新しい時代を築けて嬉しい。この後まだまだはしご酒しているので、またいつかお披露目します。ちなみに最後は酔っ払いのノリでポケカ入門しました。ついでにポケモンカフェで人工甘味料っぽいロイヤルミルクティー飲んできた。妹がピカチュウの耳を噛みちぎれるワッフル。ついにポケカの沼にはまってしまうのかと恐れる未来。一緒に遊ばれていないからポケカは見て見ぬふりしてたけど、インも PM も買うなら話が別なんだよね。家に帰ってうちのニャースにも、ついにポケカ買ってしまいましたとご報告したけれど、一切何の興味も示さずメモを合わせてくれないので、相変わらずツンデレです。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。この後ですね、馬刺しの美味しいお店と、まだね、海鮮の美味しいお店とか行ってるんですけど、ちょっとね、他のところの尺が長かったんで、今回は出さなかったんですが、見たい方はコメントくれると嬉しいです。ほんじゃ、バイバイ。